はい、ここはですね、沖縄県の離島の久米島にありますサイプレスリゾート、ごめんなさい、サイプレスリゾート久米島という、リゾートホテルのですね、今5階の部屋から撮影してるんですけど、部屋のベランダから撮影してるんですけど、なんかすごい綺麗なんで思わず動画を撮っちゃいました。今ですね、夕日が落ちるのが17時50分で、今の時刻はだいたい18時20分ぐらい、夕日が落ちて30分ぐらいですね。余韻に浸っていると言われている時ですね、夕日の余韻に。で、残念ながらですね、雲が多いので、サンセット、夕日はよく見れなかったんですけど、なんかそれが逆にですね、すごくいいコントラストになって、今すごい幻想的な世界が見えています。下がですね、屋外プールになっていて、サイプレスリゾート久米島さんのですね、屋外プールになっているんですけど、まあ、向こう側が海ですね、新里浜と呼ばれている海なんですけど、今ちょうどですね、雲は出てるにせよですね、日中と夜の、まあ、境目みたいな、おそらく今夕日が落ちて30分経ったので、あと30分もすればここは真っ暗になると思います。真っ暗になると思うその狭間ですね、それがすごく美しい風景として、映っているっていう感じですね。とっても綺麗です。これがですね、久米島空港です。空港なので、ここに飛行機が降りてくるっていうところですね。なかなか僕もですね、いろんな旅をしてきたんですけど、こういった幻想的な風景っていうのはあんまり見ないですね。っていうところでですね、しかもですね、無音です。音がほとんどしないっていうのがいいですね、自然の音だけ。はい、というところで今回の動画は以上となります。今回もですね、ご視聴ありがとうございます。